こちらは NEXCO 東日本です。午後0時55分現在の道路交通情報をお知らせします。6号向島線上り方向の情報です。江戸橋ジャンクションを先頭に両国ジャンクションまで2キロほど交通集中のため渋滞しています。 NEXCO 東日本からのお知らせです。シートベルトは事故が起きたとき車外への放出を防ぐ命を守るベルトです。後部座席も忘れず着用しましょう。ゆとりを持って安全運転でお願いします。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実装です。 NEXCO 東日本。